テイラーさんは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州北西部、グランツの町の東北の清掃火山である。サンマテオ山脈の高地であり、最高点はシボラ国立森林にある。1849年に、時の大統領ザカリー・テイラーにちなんで名付けられた。これに先立ち、スペイン人からは、セベアタと呼ばれ。 この名前は広大なメサであるサンマテオ山脈の北部を指す一つの名前として残っている。テイラーさんは主として、麓の砂漠の上部に青い松傘のように昇る森林地帯となっている。斜面は近隣のプエブルにとって材木の重要な切り出し口であった。ディネにとってテイラーさんはディネの伝統的な不祖の地であるディネーターの極めて、 重要な方向と境界をなす聖なる四つの山の一つである、青緑色の山ジアジルである。テイラーさんは南の円に位置し、南と青に関連し、女性を表している。ディネの神話では、当時の世界の山脈の複製として、最初の人類が四番目の世界の土から、聖なる物質と共に、聖なる山々を作り上げた。テイラーさんを石のナイフで地球にくくりつけた。 超自然的な存在である黒い髪や青緑色の少年、青緑色の少女が山に住んでいると言われている。テイラーさんはアコマプエブロやラグナプエブロ、ズニー族にとっても聖地である。テイラーさんは先進世の時期の330万年前から150万年前の時期に活動していて、小さな活動をしていない火山に囲まれている。繰り返された噴火で、 溶岩ドームが形成され、溶岩流や灰の柱、土砂災害を引き起こした。山はおそらくセントヘレンズ山やフラックスタッフ近郊のサンフランシスコピークの噴火と同様の繰り返された大規模噴火を示唆する大量の火山岩に囲まれている。山の高さに関する推計は変わっている。以前の推計は16000から18000フィートの サンフランシスコピークの同じような噴火前の高さに近いとされていて、最近の推計は2万5000フィート近くとされている。テイラー山は鉱物を含むウランやバナジウムが豊富で、1979年から1990年にかけて大量に産出された。プエブロの土地にあるテイラー山などの数多くのウラン鉱山は、1945年から、 アメリカ合衆国に1300万トンのウラン鉱石を供給している。この土地での将来の採掘活動に与える影響についての有料が増している。2008年6月、ニューメキシコ州文化財再調査委員会は、州の文化財登録に関する山頂周辺の42万2000エーカー以上の年次緊急一覧に加えることに賛成票を投じた。推薦報告によると、ディネ、 アコマプエブロ、ラグナプエブロ、ズーニー、アリゾナ州のホピは、聖なる山とミナス山が予想される欄、採掘ラッシュから守られるよう一覧の改定を州に要請した。2009年4月、テイラーさんはアメリカで最も危険にさらされている場所の歴史的保存のためのナショナルトラストの一覧に加えられた。ありがとうございます。